はい、サクセスマウンテン、今回はキャッチャーでやっていきます。実況は、また後付けになってます。で、デッキの方なんですけれども、チカちゃん司令塔で、伝説のさよなら男、ストライク早球、ミラクルボイス、精神的支柱、カジバのバカ力ですねちょっと早いで、今回はさらに五十嵐三本松碇守の3人を倒して、まあ、ボーナスをゲットしていくと。でここはね、水月がねコツ来てたんですけど、水月くんってキャッチャーしかポジションがないんで、まあ、最初はちょっとチカちゃんの評価を上げるために、あえてコツは踏んでません。で、2回目にコツが来てて、ナイトメールさんかチカちゃんで、チカちゃんはね、まあ、使ってて、分かると思うんですけれども、結構、複数のポジションを持ってるので、まあ、今回のイベントには結構使いやすいキャラかなと、思います。でこれでね、きついところはね、やっぱりね、水月くんの精神的支柱と、スッスのミラクルボイスですね、この2つをね、不確定を通過しないといけないっていうところに加えて、まあ、最低でも、3人打倒しなきゃいけないというところですね。で自分もね、まあ、そこまで、数をやり込んでいるわけではないんですけれども、これ本当にさ、こう極めようとすると多分めちゃくちゃハゲ上がるよね。本当きついイベントだと思う。4人作んなきゃいけないっていうのもね、何気につらい。でナッチはね、二遊間なんで、やっぱりね、二遊間の2人はね早めに打倒しておきたいんで、まあ、ナッチが来た時も割と追求は選んでます。特にね、ショートのね理解度が大きく上がるんで、まあ、この編成はこう打倒もね、まあ、スタンダードな形で打倒していく流れで、かつポジションもね割とばらけてると思います。でパフェ中毒ね、これってさ、上選ぶと結構体力回復するけど、なんかサボり癖とかたまにつかない。ナッチ全然使わないからわかんないんだけど。でここは、まあ、インタビュー放送で人気者と体力回復を狙ってます。まあ打倒をね本格的に進めていくためには、やっぱりマイナス3くらいは最低でも欲しいよね。でナッチのイベントはね、通常イベントが、福井部で3回くらいあるのかな、まあ、その代わり、金徳イベントが2回で終了する形になってます。でストライク早球ね、結構重くてね取るの大変なんですけれども、経験点的に、まあ、ただ早球のね骸骨も一緒にくれるんで、まあ、そこがせめてもの救いかなと。でここ4条に勝てたのでかいですね。でもともと投手だし、これでもう金徳終わりです。ちょ、うまくいけばストライク早球も3でつかめるのかな。でここはコツに行くか、まあ、4条を減らしに行くかはちょっと悩んだんですけど、まあやっぱりまだ序盤なんでコツを選んでますね。やっぱりね、このイベントってこう点数を叩き出そうとすると本当にね全部の要素がうまくいかないと厳しいんで、まあ、そもそもね、何人打倒するかを、まあ、決めてね、やっていくと思うんですけども、ちょっと時間のない人は、まあ、最低っていうか、なんていうの、最高でも3人打倒くらいが、まあ、現実的かなと思います。まあ、何回も何回もね、やっていくね時間がある人に関しては、まあ、4人打倒とか狙ってね、最大値を、叩き出すのもいいかもしれないですけれども、まあ、ちょっとね自分みたいに、今時間のない人には、まあ、とりあえず2人打倒でそれなりの経験点を確保して、まあ、そこから3人打倒とかやってった方が、まあ、現実的な数字が叩き出せると思います。でここは真ん中で体力回復するんで、かつ選球眼ですね。まあ、4条はねやっぱり最初の方に減らしていきたいと。であと、まあ、ちょっとね、まあ、皆さんのねやってるのっていうか、まあ、ツイッターとかね、見させてもらってるんですけれども、投手をやるときに固め打ちはなんか取った方がいいよみたいなのはありましたね。
まあ、盗塁はね敏捷ポイントめちゃくちゃ使うんで投手の場合はまあほぼ取れないと思うんですけれども、まあ、片目打ちくらいだったら取っておいた方がいいんじゃないかっていうのが、あったので、まあ、投手やるときは俺も次は片目打ち取っていこうかなと思ってます。ここはまあ4人いるし、てか六本木とかすげえまだ20あるんだ、てかみんな20あるわでキャッチャーのね追求はねもともとスッスとかを入れてる関係上そこまで気にしなくても勝手に上がってくんで、水月くんのね追求はほぼまあやらないですね。ここ4パーか。あ、ちなみにね今回ねアイテムはねカロリーバーを持ち込んでます。もうちょっとね天才の入部届はね使えないよ。なんていうの、やっぱりすげえ無駄になっちゃうじゃないですか。こう何回かやったんですけど、こう物になるのがねなかなかないんで、まあ、そのために入部届をね使うのもどうかなと思ってるんですよ。で報酬がねなんかそのキャラで、まあ、こいつはもうマジで欲しいみたいなキャラだったらまあ取りに行ったんですけれども、今回まあ大丈夫博士像なんでね、まあ、取れるところでその大丈夫博士像を確保できればいいかなっていう感じです自分は。でここはもう余剰を倒しにかかってナイトメールさんのコツもゲットと。まあ、結局一番こう進めるメートルってどれくらいなんだろうね、こう全てがうまくいった時。まあ、基礎能力もね関係してくるからね、どうしてもねコツを優先して取っていくんで、まあ、コツを優先して取っていくとそれなりに査定値は上がっていくんですけど、基礎値の分がね上がっていかないんで。これで伝説のさよなら男ですね。でダイナの神様とかはねあの余剰が持ってるんですけれども、そっちはね多分無理だよね。ダイナの神様ってそもそもさ持ってる人が、まあ、あんまり思い浮かばなくて、俺としてはなんだっけ小田切くんと、通常のエミリーちゃんだと思うんですけど、なんか両方とも暁のデッキに入るかって言われたらちょっと入れられないし、かといって余剰をね最後まで残しておくのは相当難易度が高くなるんで、まあ代打の神様が入っているコンボはまあ狙わない方向かな。でここね二宮が倒せるんだけど、どうしたかな、六本木がね上がっちゃうんですよね二宮倒すと。ただそれを考慮しても先に二宮を倒しておくかどうか悩んでるところだね。倒しに行ったね。で六本木に関してはねストライク送球なんで、まあ、最終的に残ったとしても、まあ、ストライク送球の軽減になるん で、 で毎回わからないこの古長の甘酸っぱいぶどうだっけ、なんでそういうタイトルなのっていう。でチカちゃんに関してはねもう全然あのクリスマスは気にしてないです。それよりもやっぱり打倒を減らしていくと。でここら辺から少し、能力を気にしだして、やっぱりね打てる能力、その自分が試験とかでまあここだと DD で、俺は最終的には CC ないとちょっと試合とかが厳しいんですよ。だからこれ DD とかでもねあのホームラン持っていける人であれば、まあ特能とかに振った方がもしかしたらメートルは伸びるかもしれないんですけれども、でこの試験はもうガチでサクッといきます。ここはもうちょっとね編集済みなんですよ。まあ、パワーがあればねここでもホームラン狙っていってもいいと思うんですけど、まあ、自分はこのくらいの能力だったら、まあ、あんまりホームラン狙わずに、まあ、合格点を超えつつ、まあ、できれば20ポイントを取っていくというような感じですかね。まあ、水月くんもねイベント内容とかはね悪くないんですけどね、ま
どうしても頻繁に入れるキャラではないですね。六本木には勝ったか。結構でかいね。ここで六本木に勝てるのはでかいね。もう倒せるわ。これは倒しにかかるっしょ。で1月の3週か。あ、この体力だったらマラソンやらないでしょ。休むよねそりゃ。で、もう二宮は倒してあるんで、まあ、本当だったら一ノ瀬とかを倒しにかかりたいんですけど、まあ、打倒ポイントの多いやつを減らして、まあ、なるべくね均一化にしておかないと2倍になった時がねなかなかきついん で、まあ、前の動画とかでもちょろっと言ってるかもしれないですけど、俺は一ノ瀬を割と残しておいて2倍になる前に一ノ瀬を倒すと、要は一ノ瀬を倒すと全員4減るじゃないですか、まあ、それでその2倍のポイントを抑えるっていうようなやり方をやってますね。まあ、ここのバレンタインはね、まあ、チカちゃんは体力回復キャラなんでちょっともったいなかったですけれども、ここはでもナナイとあれ倒しに行くんじゃないかな。3本マスが最後だからね。だってやっぱりスッスがいるからね、経験点的には結構伸びてるよね。まあ、その練習での最大値を狙うんだったらやっぱりやる気効果アップを重ねるっていうのが、まあ、一番伸びるんですけど、ただ練習効果アップ30はね他のところに絡んでも結構伸びてくれるんで、そこがいいところですね。でこれ牛乳にすると体力最大値が上がってなおかつ体力も回復すると、そんなに体力は減ってなかったんだけど、これはどこに行く。3本松が多いけどあんまり気にするほどでもないよね。まだちょっと悩んでるね。つくもを倒せるときに倒すかな。倒さない。倒す。どっち。すげえ悩んでんな。あと内藤メールさんもね、割とポジションは多めなんでやっぱり外野持ってるっていうのがでかいよね。何気にキャッチャー持ちだし、まあ、キャッチャーは勝手に上がってくからいいんだけど、勝手にっていうかキャッチャーキャラが多いんで。そうでこれやってて思ったんだけど、あこの2人コンボあるんだって。でここはなんだろうね、経験点となんかコツ見てみたら、まあ、今回のそのサクセスマウンテンであ欲しいなっていうコツではなかったんで、なんとなくね敏捷ポイントをさばくために打開を選んでます。一番上ですね。真ん中と一番下ちょっと何もらえるか忘れちゃった。全部コツがもらえるはずです。まあここら辺のね、碇守のイベントはやって、まあなぜかスッスが出てきたと。パフェこれ多分ね、うん行くよね。この体力量はね行くよ。でなんかちょっとメッセージ早いんであれなんですけど、なんかサボって食べたみたいな表現になってて、なんかねサボり癖ついたと思うんだよね確率で。でここは多分カウントの高いやつらを減らしに行くかな。お3本待って勝ったね。まあ、だから最終的に打倒したい人がどん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 下がっていくのもちょっと困るんだよね。こう2人重なった時とかにゲッできねえじゃんみたいな感じになるんで、なるべくねこう均一に減らしていきたいっていうのはありますね。まあ、ちょっとさっきイベントで終わりましたけれども、ミラクルボイスも通過ですね。ここら辺のね金徳をね取れなかった時にはねもうリセットしてます。まあ、最後までやりきるとね一応試合チケットとかにもなるんですけれども、まあ、試合はね結構時間かかるんで、まあ、更新できないなって思ったら俺はもうリセットしちゃってますね。これはどっちにする。メンタルしながらダメだ。五十嵐はあそっかそっかそっか、まだあれか7あるから減らしておこうっていう。まあ普段だったらね五十嵐なんて絶対最後に回さないんだけど、鉄人とかねもう改めて見たけどさめちゃくちゃ重いよね。
でここはスースがいって一ノ瀬倒して五十嵐も減らして、で一ノ瀬が倒れたってことは全員のポイントが減るんで、まあ守る君はプラマイゼロですけどカウントを下げられると。流れ的には悪くない。だいたいね5月の1周あたりでこう倒したい人だけにするくらいだとまあそこそこ来るかなっていう感じはありますね。まあ来ないときは全然来ないんだけど、だ かなりね運も絡んでくるよね。そもそも序盤にどれだけコツが来るかっていうのもあるん でここら辺はなんかミートとか上げてなんかどんくらい査定値伸びるんだろうなっていうのを確認しながらやってます。でストライク送球もね、送球1あるとはいえ結構重いよね。で広角打法は、まあ、スッスとかがくれたりするんでまだ残しておきます。で片身打ちは忘れずに取って、で意外性も5までいってるんで取って、軽いやつ取りに行くかな、代打とか。でさよなら男は水月くんが持ってるんでまだ置いてます。で火事場は逆胸骨持ってる人がいないはずなんで取ってます。でローボールヒッターも5なんで取って、で筋力が全然足りてないね。だ筋力使わないやつを、ちょいちょい潰す感じかな。盗塁アシストとかね、ミラクルボイス1だと重いな。アベレージヒッターで、ここはね筋力が欲しいんで筋力練習をしてると、まあそもそももうあと打倒したい3人だけになってるんで、集まった時にうまく練習できる体力を確保しておかなきゃいけないと。なんでもう無理な練習はしないですね。だったらあれ告白は来てるっけ、あ、わかんない、ちょっといつ告白来たかわかんないけど、デートをしながら、まあ、ターンを進めていくと。ここもね体力は回復してくれる回なんで、もう練習を見て3人揃ってたらそこをやると。これはどっちかな、勝ったかコツかって言ったらコツか。で試合は多分これもうそのままコンピューター任しちゃうと思う。うん、そうだね。で基礎値に関しては一旦ミート C パワー C で、止めておいて、あとは特能を取りに行く感じですかね。まあ暁大附属はね、まあ、学校としての能力が高いから、まあ、そこがせめてもの救いかな。投手でやったとしても割とね勝ってくれる。負けるときはマジで負けるけど、一応全員1回で、打倒できる射程内には捉えてます。だこれ4人打倒とかね狙ってる人ほんと大変だと思うよ。でまた試験はサクッと編集してあるんで、この碇くんね、ただ全然打てなかったんだよね。ミート C パワー C でパワーヒッター持ってるからいつもだったら結構打てんだけど、まあ、ここはホームラン打ったけどさ、あと全然ダメよ、翻弄されてる。こっから先も全然ダメだから、結局ホームラン2本の14点だからね。ここちょっともったいなかったよね。うん、なかなか揃わないね。まあ、この動画をやってる段階で最終的には揃ってるんだけど、で一番上が体力回復で、一番下は、まあ、体力の最大値が上がるんですけど、今回体力がないんで体力回復を狙ってますと。でここで、精神的支柱ですね。この段階で仮に精神的支柱取れなかったらあのリセット案件ですね、これは。でさらに3人揃ったんで、まあ、この2周はねかなり
トントン拍子に進みましたね。精神的支柱が取れてさらに3人揃ったというところで、だとちょっと、まあポイント的には大丈夫だったんですけど、怖かったのが3人打倒だからなんかポイント溢れるんじゃないかって少し思ったけど、まあ、大丈夫でしたね。切り込み隊長取って恐怖の満塁男取って鉄人と、で1回ねなんか普通にやってた時にねなんか怪我しにくさ三角みたいなのがついたんですよ。でその時ね鉄人取ろうとしたらなんか筋力400ポイントくらい必要で、マジかよって思ったけど、ほんと鉄人重いよね。でしかも試合でさ何の役にも立たないっていう、ほんと微妙な能力だよね。でさよなら男はちょっとまだ置いておいて精神的支柱も取りに行って、まあ、本塁生還はね敏捷ポイントさばくためと、打開も敏捷ポイントさばきでミラクルボイスも取りに行きますと。精神がちょっと足りてない、やっぱ特能を取るときにねどうしても精神と技術は必要になるん でここでカラーデートですね。遊園地に行くと一応体力の最大値が上がるんで、でここまで来てねそのデートのね司令塔を取れないっていうのはもう相当ないんで、まあ、ありえないんで割とデートを優先してやってます。もう1回からデート出ちゃったんでね一周無駄にしてるんで、もうここはデートですね。もうタッグとかが発生してないんで、で6月の2周で、3回目でカナデートの分を考えるとちょっと集中的にデートをしていかないといけない、まあ、時期には入ってますと。で、まあ、タック足すコツはね美味しいんで普通にやってますと。でこっからさらに追求に入るかって言われるともう、まあ、別にって感じだからね。これでもやらない、これはもうリスクの方がでかいから今の段階だと。で筋力欲しいんだよね筋力欲しいからここは筋力タッグ組んで、で次7月に入ります。でもこれはやっぱりメンタルコツっていうのも結構美味しいんだけど、ちょっとねやっぱりデートしとかなきゃいけないんで、あと2回残ってる。でさらにカラデートということで、ここね結構焦ったね、マジかってでまあ野手の場合はね普通にサクッとポン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 打っていけば、まあ試合には勝てるんで、まあ、試合には勝てるんでって言ってるけど大量失点するときは大量失点するからね。あとここら辺なんか F にしたら、まあ、査定的にどうなんだろうなっていうのをちょっと見るんですけど、なんかあんまり変わらないっていうのが分かったんで、もうちょっと上げるとねあの査定はちょっと伸びたりするんですけど、なんかね35とかあのちょうどぴったし40じゃなくて35とかでも割と伸びた気がします。まあ、試合はまた飛ばしてやります。あ、そうそう、あと今回ね4月1週のね赤徳のイベントはねちょっと忘れてますね。ってか普段やらないんでどうしてもね4月の1週スルーしちゃうことが多いんですよね。でもここは完全にもうデートに入ってますねで4週まで取っておくのはもうさすがに怖いんで、もう練習すら見ずにデートの召喚に入ってます。で司令塔、でまた試合は、サクッと飛ばしますけれども、その前にポイントが余ってるから消化に入るか。敏捷がねもう総力上げないんでほとんど結構余り気味になるんですよね。まあ、ブロックとかまだ残ってるからちょいちょいしたのも取っていってもいいと思うんだけど、かく乱がね結構敏捷使うんですけど、まあポイントの割にはそんなに上がらないっていう感じなんで。
甲子園にね、行くと碇くんとの、まあ、イベントも発生するんで、ホームラン打てればね50-50-50手に入るから、それも結構でかいよね。でパワーヒッターはもう5になってるんで、まあ、先に掴んでおいて、まあ、3とかだったらね残しておいて、ここでパワーヒッターのコツを手に入れるっていうのもありだけど、ありだけど俺大体もう先に取っちゃうんだよね、試合が始まるときに。でコツが来て、メンタルナイトメールさん、ポイントがね結構余ってるんで、ここら辺さばきに行くと思います。対左とかも取っていいと思うけどな。投手の特殊能力に手を出し始めますね。打球反応とか牽制とかね結構安いんで、そこら辺は取っておいていいと思います。あとクイックもね。で精神ポイントがね余ってればね、根性とかも取ってよかったんだけど、こういう緊急登板とかそこまでの精神ポイントがないんで、なるべく精神を使わずに取れる特能をこう選んで、アウトロー球威もね筋力少し使うなと思ってちょっと悩んだんですけど、まあ取りに行きましたと。まあ、ポーカーフェイスとね投手は、両方とも取れないんで、どっちもね、あのどっちかって言ったらじゃあポーカーフェイスかなっていう経験点的に。精神ポイントが余ってればさらに打たれ強さとかも掴んでおいてよかったと思うんですけど、でこれかく乱どんくらい上がるんだと思って見たら全然上がんないわ、1しか上がんないからね。まあ、でも敏捷がねあり余ってるんで、本塁生還本来だったらまあ直取りしてもポイント的にはいいかなとは思うんですけど、まあ、守備職人もね技術をさばくっていう上では結構いい特能なんで。でサヨナラ男は例によってまだ残しておきます。で代打取ってバントも取るでしょう、打球打ちは取るよね。まあここら辺あ悩んだら取るか。で広角打法は一応残しておいて、走塁も取っちゃうんじゃん。対左は技術が少なくなるけどどうする、取らないか、ちょっと技術は残しておく感じですね。マチェットね一回どっかで、別にそこまでうまくいってる時じゃないけど、なんか8点取られて負けた気がする。たまにそういうこと起こるからね。まあ、野手はねこの試合での経験点も安定して取れるからね、そこがでかいよね。でここは筋力を求めて筋力練習やってます。まあ、技術もね欲しいっちゃ欲しいんですけど、ただまあ筋力練習すると精神もね、まあ、それなりに入ってくるんで、今回は筋力練習をしてますと。で特能をね結構取ってくると、やっぱ基礎値の方にも手を出し始めないといけないんですけども、このね基礎値をどういう風に振っていくのかっていうのがね、まあまだ全然研究してなくて、で30になると、まあ、131って変わんねえじゃん。133まで上がって40にしたところでは変わんないんですよね。で D まで上げればさすがにまあ、ポイントは増えるんですけど、1しか変わんないと、だったら40でいいやみたいな。で補給はねちょっと精神ポイントが足りないんで、そこまでは上げられないんですけど、で弾道4にするとどうかなっていうのも見つつ、あんまり効率は良くないですね。弾道も50-50-50必要なんで、4に上げるのはちょっと高いっすよね。で最後の練習、まあスッスはね本当に技術が稼ぎ出せる。
俺野手でやるときは毎回あのスッスの PSR プラゴをお借りしてるんですけど、もう本当にありがたいですね。で投手でやるときは虹谷の PSR プラゴをお借りしてると。で虹谷の PSR プラゴってフレンド3人いたかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、スッスの PSR プラゴはフレンド3人いるんで本当ありがたいです。まあ、自分もねその代わり守るくんのプラゴを提供してるんで、まあ、皆さん結構使っていただいてるようで、それは本当にありがたいと思ってます。まあ、追い打ちは全体的にポイント使うけれども、まあ、何かに突出してね減るわけじゃないんで、連打とかってね結構高いんだよね。技術と精神をね88ずつ使うんで、それ考えるとね、なんだっけ、連打の金徳骸骨がないと結構厳しいんだよね。まあ、というところで、まあ、全部のイベントを消化して、で今回ね、このイベントが終わる週っていうか、まあ、今回の土日月が祝日なんで、まあ、3連休のところはね、まあ、登山をする人がいると思いますけど、まあ、俺はちょっと本当にね7月はね一番の繁忙期なんで、まあ、3連休も普通に仕事するかなって。まあ、もちろんずっと仕事してると気がめいっちゃうんで、パワープロもやりつつではあるんですけれども、そんなにね時間は取れないん で理想としては、まあ野手で 300m300m の2人で、投手300はね多分作ってる時間がないんで、投手260で、まあ、最終的に終われればいいかなというところですね。で野手は一応、まあ、今回のこいつが 300m 級で、第2位に入っているのが多分最初に作った 260m 級なんですよ。で投手も、今の1位が 260m 級で、2位にランクインしているのが、まあ、230m 級かなというところなんで、なんか何 m 級とか言うと進撃の巨人みたいだけど、まあ、それをねうまく 300m 級 300m 級 260m 級 260m 級でいければ、まあ、最終的に作れた感があって終われるというところですね。であとはもう本当にポイントと査定を確認しながら、まあ少しでも効率のいいものを、まあ、狙っていくというところですけれども、臨床ポイントがね結構余ってるんで、一回 D まで上げて154で変わんねえじゃんってなって、 C までは上げられないんだけど、あれ上がった今、総力止めてるけど下げるよね。でミートは B にしておいていいかなっていうところで、なんかそうかなんかミートを上げて総力に振るとなんか変わるかなと思って振ってたのかな、まあ、よくわかんない。ここら辺は何考えながらやってるのか、その細かいの覚えてない。まあ、サクスピはねこの見ながら確認っていうのができるんで、まあ、それはいいとこだと思います。で技術がね完全になくなっちゃってるん で、まあ、チャンスを取って、これはもうそのメートルを伸ばすっていうよりは査定値を伸ばす方向で、まあ、取ろうかなとは思ってたんですけど、また総力上げ出してんな。一応ちょっと上がった、なんか158でしょ今。あそう54だと、54と55の境目が1上がるんですよね。だったらこれ45にすると上がるんじゃねって補給値。臨床が足りないんで D までは上がるんですけど、上げられないんですけど、45までその5刻みみたいな感じだったら上げられるなと思って、まあ、補給を45にしてますと。現実的な問題さ、こんなさ肩 F
守備いい、補給いいのキャッチャーなんて使い物にならないからね。いくらなんでも。でこいつもまあ最終的にはいらない選手なんで。まあイベント終わったら一応なんか取っておいてはいるんですけど、イベント終わったら消そうかなと思ってるんで、まあマウンテンちゃんにして、まあ、作成自体は終了ですと。いやー鉄人がきらめくね。鉄人とか初めてだからね、取ったの。かなり重いよね。っていうかさ、そもそもさ、キャラで鉄人取れるやつなんて俺残してないからね。ミキサーかけてるから、まあ、鉄人取ろうとするとどうしても五十嵐をね倒さなきゃいけないということで、まあ、一応これで 308m が出せたんで、あのこのクラスをねちょっともう一人作り出せれば、まあ、野手の方はもういいかなというところです。でそうするとまたキャッチャーで同じ編成で 300m 級が作り出せればいいかなと思ってるんですけど、どうしてもミラクルボーイとね精神的支柱の2つを通すっていうのがまあ大変なんで、ちょっとちょっとあんまり乗り気はしないんですけど、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。